紫パーク TV をご覧の皆様こんにちは、今日はスケートボード編第4弾ということで、ウィールについて紹介していきたいと思います。まずウィール、この今僕が持っているスピットファイアーフォーミュラー4というウィールなんですけども、選ぶ基準として数字が2つ書いてあります。こっち側の数字53っていうのがこの直径を表す 53mm で、こちらの99って数字が99デュロっていう硬さを表す数字、だいたい100前後の数字が振られてたり、まあ、こっちも、まあ、大きいものだと55、56、まあ、58とかさらにあるんですけども、まあ、だいたいストリートパークで使う場合は52、3mm を使っている方が多いかなと。硬さも99っていう硬さが、まあ、いろんな路面に対応して使いやすいウィールとして、まあ、うちでも一番人気ありますし、平均的な硬さかなと思います。で、次こちらパッと見全く一緒なんですけど、サイズは53で一緒です。で、こっちの数字が99から101に数字が大きくなります。で、大きくなると硬さがより硬くなります。硬いメリットとしては路面が綺麗なところは自転車のタイヤの空気パンパンの方が速いのと一緒で、より転がる抵抗がなくなる、スピードがアップするっていうイメージのウィールなんですけども、逆に弱点としては99より路面が悪いところは乗り心地が硬いので悪くなってしまって減速するスピードが速まってしまうっていうのもデメリットとしてはあります。まあ、ここは好みです。こちらがコニカルフルっていうシェイプになるんですけども、こっちは何が変わるかというと、この横から見た形が先ほどのクラシックシェイプは丸くてそんなに幅が太くないです。角もないです。で、こちらのコニカルフルになると結構角張った断面図をしていて、角もちょっと立ってます。で、何が変わる一番の要因かっていうと、この地面に触れる接地面幅が変わりますので、路面に対して凸凹をより吸収してくれます。で、横のグリップは細いウィールの方が、まあ、イメージ的にこう滑りやすくなってしまうのが伝わると思うんですけど、こちらは太いので横のグリップがパワーアップするんで、より接地感がアップして、あのグリップ力ところが、まあ、違いっていうところになります。で、逆に言えばまっすぐ路面いいとこで進むだけだったらそこまでの違いは大きささえ変えなければないっていうところもあります。で、続いてこれボーンズウィールの、X フォーミュラー97っていうものになるんですけども、この97がさっき言ったこのデュロメターと同じ表記で97なんで、今度は柔らかい版です。柔らかくなると路面に対してのグリップ力がさらにアップするのと、悪い路面での転がりがさらに良くなるっていうところがメリットとして挙げられます。はい。で、続いてこちらがわりかし最近発売になったんですけど、スピットファイヤーの、まあ、クラシックをベースにしてるモデルにはなるんですけど、93っていう硬さになります。93かなり、ハードウィールだとすごい柔らかい方の部類になるので、ちょっとあの今度はグリップをしすぎてしまうっていうメリットがデメリットになる感じですね。今度はグリップしすぎるとデメリットになってしまって、板を回したり、カーブで板を滑らすっていう動きがやりにくいのが今までのウィールだったんですけども、こちらは柔らかくて乗り心地はソフトなんですけど、滑りたい時はある程度滑るっていう性能をちょっとプラスしてる、まあ、ここにも書いてあるんですけどソフトスライダーズって書いてあるんですけど、まあ、新しい発想のウィールになりますので、結構そうですね、まあ、いつも滑ってる環境が路面が大して良くないって場合の人は結構向いてるウィールだと思います。じゃん、これがボーンズ STF っていうウィールで、ここの数字52、52ミリ
でここ 103A ってちょっと書いてあるんですけど、103、さっきまでの99、101よりさらに硬いウィールになります。でボーンズは昔からある有名なブランドなんですけど、素材にかなりこだわりがありますので、103って硬さを聞くと、もう硬すぎて今度スライドしすぎちゃうんじゃないかなって思われる方も多いと思うんですけど、逆に硬いんですけどちゃんと滑る、ちゃんと止まるっていう、まあ、そういう素材をこだわり抜いて作ってあるので、まあ、パークベースで滑ってる方、路面いいとこがメインの方には結構おすすめなウィールになります。はい、でちょっと最後おまけにはなるんですけど、こちらを見ていただくと真ん中に大きく80、さっきまでの99、100、101って数字よりだいぶ小さい数字が振ってあるんですけど、80っていう硬さのものですと、もう完全にソフトウィールっていうジャンルのウィールになります。で、まあ、クルーザーペニーだったり、あとはサーフスケート系、ロングスケート系についてる、まあ、ちょっとこちらはそういう形に近いんですけど、こういうソフトウィールのサイズ的にはこれで55ミリっていうサイズで、まあ、さっき見せたコニカルシェイプみたいな形をしているので、まあ、普通のデッキにつけてクルーザー代わりにしながら、まあ、っすぐの動きは得意なんでオーリーの練習をしたりっていうのができるウィールになります。でさらにこう幅が増えて重くはなっちゃうんですけど、移動だけに特化したクルーズウィールっていうものも、選択肢としてはありますので、まあ、なかなかパッと来てどれにしようかなって悩む結構ポイントの多いウィールっていうものなんですけど、まあ1個使うと自分の基準ができると思いますので、まあ、それを参考にちょっと今度は硬くしようかな、ちょっとサイズを上げて大きくするとスピードはより出ます。ただ小さい方が重さは軽いです。まあ、そこの自分の中でベストをこう探りながら好みのサイズ、大きさ、形選んでもらえればいいのかなと思います。自分が実際使ってる好みとしては、クラシックシェイプ、さっきの、まあ、幅があるモデルよりはちょっと細身で、サイズ的には52ミリ前後、まあ、51か52、3を使うことはあんまなかったりします。まあ、どっちかというと、まあ、軽いセッティングが自分としては好みなので、そういう形のウィールを使っていることが多い。で硬さは、まあ、今これついてるのはボーンズなので 103A ぐらいあります。1個前は93試したり、99しばらく使ってたり、まあ、いろいろ、まあ、遊びの中で、まあ、自分のどれが合うのかなっていうのを探りながらいろんなウィール使ってもらうと、まあ、そうですね、メリットデメリットどちらもあるので、これはやりやすいな、あでもこれちょっとやりにくくなっちゃったな、まあ、そういうのを発見しながら、まあ、ベストを探っていくっていうのも楽しいと思います。まあ、紫パーク立川は、まあ、基本的には路面すごくいいんで硬いウィールの方が僕は向いてるかなと思います。ただ、まあ、ミニランプだったりバーチカル、スケートライトって素材はグリップがちょっと弱かったりもしますんで、まあ、そういうところは99とかの方がより向いてたり、まあ、場所場所によって合う合わないは必ずあるので、まあ、どこを優先させるかっていうのも選ぶ基準として面白いのかなと思いますので、まあ、参考になればと思います。はい、こんな感じで、今日はウィールのご紹介をしていきました。長くなってしまったんで、ちょっとベアリングも一緒にやろうと思ってるんですけど、ベアリング編は次回へ、続いていきたいと思います。まあ、ぜひチャンネル登録していただいて、まあ、今スケートボード以外スノーボードもいっぱい情報発信してますんで、楽しみに待っていただければと思います。今日は以上になります。ありがとうございました。バイバイ。